花園のラグビー場に来てます、ただいま2019年のワールドカップに向けて改修工事の真っ最中という感じで、あと1年ちょいいろいろと良くなるみたいね、スタジアムで。こっちが生駒、寒い、とにかく風が冷たいです。朝から何も食べてないんでお腹減りました。足痛いです、お尻痛いです。でもあと20キロぐらいかな。まあまあ2時間もあれば、2時間無理か、3時間か、それぐらいあれば帰れるでしょう。ちょっと休憩します。お尻が痛い。